えー、今日は漁法の字の解説をします。よろしくお願いします。えー、まずは作者の屈原ですね。えー、屈原は戦国時代の末、祖の王族の出身です。博学で文章に優れていました。王様の熱い信任を得ますが、残言、嘘の告げ口によって、えー、追放されてしまいます、えー。後に復帰しますけれども、再び残言にあって追放され、えー、最後には自分で死を選ぶ。えー、これが屈原です、えー。それでは今回の文章に移りましょう。 屈原、既に放たれて孝端に遊び、ゆくゆく卓藩に銀図、えー、まずこの黄色いマーカーの部分、既にという字があります。えー、この字が出てきたら大体、もうとかとっくにというふうに訳して、その動作が完了したことを表します。文脈上ですね、放つというのは放たれてと受け身で読んでください。えー、文脈上受け身で読みます。えー、屈原が追放されて、えー、川の淵に出かけていって、 ゆゆくくに銀この「ゆくゆく」というふうに読,み読んでますけれどもこれは「歩きながら」ということですゆくゆくは「歩きながら」という解釈をしてください「えー、銀図」というのはシーカーを口ずさん「宅藩は沢のほとり」ということですね、えー、沢のほとりでシーカーを口ずさんでいました「岩色」「憔悴し」慶「慶ここをせり」とあります「岩、えー、色」っていうのは顔色 いいうのはははやつれる形容は姿ですここはこ痩せけていた漁法見てこれに解いていわく漁法というのは年老いた漁師のことです年老いた漁師がその様子を見てこう尋ねました死は三両台タに。はに黄色いマーカーを見て答えを言ってくださいこの絵の読み方は死は三両台風に あらずやという,ふうに読みます訳し方はあなたは三両大夫様ではありませんかと聞いたわけですえそして、えー、この次ですねここ2つ文字が並んでます、えー、この読み方を確認してください何のゆえにと読みます、えー、何のゆえにここに至れる、えー、ここに至れるこの字ですねこれも注意しておきましょう、えー、これはですねここ書いていますけど よく見かけるこのっていう字ね。この3つ全部仲間だと思ってください。これとかこのとかこことか書くとかこういうふうに読みますね。えー、いろんな読み方があります、えー。どうしてこのような状態にまでなったんですかということですね。でこのような状態というのはつまり具体的に言うと追放された現在の境遇。どうして三両台風ほどの人があこんなところで こんなふうに追放されてるんですかというふうに言ってるわけですね。で、屈原がこれに対して答えます。えー、虚勢、まあ、を挙げてと読んでいる教科書もありと思いますね。どちらでも構いません。えー、意味を確認しておいてください。用を挙げて、虚勢というのはあ、世の中の人みんなということです。世の中の人みんなが濁っていて、我、一人、すめりと言っています。えー、この一人 というのは、役の仕方。だけと訳します、えー。限定と思ってください。私だけが清らか、えー。世の中の人はみんな濁っていて、私だけが清らかである。囚人皆良い。多くの人はみんな酔っ払っていて、我一人冷めない。私だけが冷めている。えー、次、ここ、重要なところです。読み方と意味、両方とも確認しておきましょう。これは、ここを持ってというふうに読みます。 訳し方はこういうわけでと訳します。で次ですね重要なところです。これは何系でしょうか読み方確認すると「はなたれたり」というふうに読んでください。この「はなたれ」というこの「れ」ですね。この「れ」の部分は何の用法かというと受け身の助動詞がくっついています。どうして受け身の助動詞をくっつけないといけないかというとこの「見る」っていう字ね。 これが受け身を表すからです。この左をご覧ください。この見るとか被害者の日っていうのが動詞とくっついたら受け身と思って読んでください。例えばこれだったら何て読むでしょうか。はい。疑わるというふうに受け身の助動詞のるをつけて読んでください。未然形足するですね。それからこの害、被害者、今だって被害者と言いますけれども、これは害せらる。 という,ふうに読みます、えー、これもルーラルのラルがくっついてるわけです。えー、外星ラルですね。えー、これと同じように放たれたりというふうに呼んでるわけです。えー、役の仕方は追放されたのだ。えー、こういうわけで追放されたんだというふうに答えます。えー、それに対して漁法がああ言いました。成人は物に業態せずして。 人人というののは立派な人物のことですこれも大事なので確認しておきましょう。立派な人物は物事にはこだわらなくて、えー、次の読み方は「欲」ですね、えーと。その世間ですね。世の中と一緒に推移していく変化していくことができるんだ。「欲」というのがありますから「あできる」というふうに訳をしてください。「欲」というのが出てきたら「できる」可能を表します。 世人皆濁らばですね。世の中の人たちがみんな濁っているんだったら、えー、ここ重要な語法が出てきます。何ぞざるの語法が出てきます。これに注意して読みましょう。何ぞその泥を濁してその波を上げざる。えー、まず泥を濁すというのは泥をかき混ぜて濁すということです。 波を上げるというのはその濁った波を立たせるということです。で先ほどちょっと言いましたけれども、なんぞなんなんざる。これ読み方ですね。なんぞなんなんざるというふうに読みます。訳し方ですが、これはどうしてなんなんしないのかというふうに訳をします。えー、再読の字で、えー、なんぞなんなんざるというのが、あのー、出てきますよね。再読文字でこういうのが出てくると思いますが、これとこれは同じだと考えてください。 なななんんんぞざるですね、えー、どうしてなんなんしないのかどうして泥をかき混ぜて濁して、えー、その濁った波を立たせないのかで「つ、え、い、ー、で説明しますねこの部分、えー、この前半のこの部分とおこの後半のこの部分ですね、えー、これとこれは追句になっています追句で説明してるわけですね「えー、囚人皆酔わば多くの人がみんな酔っているんだったら」 またなんぞなんなんざるで説明します。そのカスをくらいてその汁をすすらざるどういうことかというとその酒カスを食べてその酒カスから作った薄い酒を飲まないのかということです。ここで年取ったおじいちゃんの漁師が言ってるわけですね。まあみんなが濁ってるんだったら、まあ、濁ればいいじゃんということです。みんなが酔ってるんだったら、まあ、酔えばいいじゃんということですね。 でどういうことを言いたいかというと緑色で書いていますが世間の人たちと同じように振る舞って同調すればいいじゃないかというふうに言ってるわけですえ続けて何のゆえに深く思いどういう理由で深刻に考えてでこの高く上がるというのは俗世間を超越するということです で次にこの刺激を使ってますね。放つに刺激がくっつきます。放つとシむをくっつけてください。で、ここで読み方は、放たしむるをなすというふうに読みます。ここ刺激が使われているので読み方に注意しましょう。自分から追放されるようなことをするのですかどうしてそんなに深刻に考えて、まあ、みんなと同じように、まあ、やればいいじゃんということですね。 どうしてそんなふうに深く考えて俗世間を超越して自分でその自分を追放させられるようなそういうことをするんですかと追放されるようなことをするんですかというふうにおじいちゃんは聞きました。これに対して屈原はこう答えます。我ここれを聞聞けり私はうういうふうに聞いていにてる えー、ここはですねまた追句で、えー、解説がありますね新たに目するものは必ずを弾冠をはじき冠をはじくわけですね、えー、もこの新たに目するもの、えー、これはこの新しいっていう字はですね「ばかり」というふうに訳をしてくださいこれね、えー、だから髪を洗ったばかりのものは必ず冠のちりを指先で払ってからかぶる で新たに良くするもの。これは体を洗ったばかりのものは必ずその衣類の誇りを振り払ってから着るものであるというふうに言います。えー、これ比喩表現だね。これ比喩表現です。えー、それで言いたいことがこっちにあります。「伊豆くんぞ」。この反語表現で、えー、まあ強く言ってるわけです。「伊豆くんぞなんなんや」というふうな読み方確認しておいてください。 えこう読み方まずね。いずくんぞよく身のさつさつたるをもってもののもんもんたるものをで文末ですね。動詞は受けるという字があります。えー、これをにやに変えましょう。ということで読み方は受けんやというふうになります。えー、っと、ここ切ってね。えー、未然形たすにや というにうに形になりますね半語っていうのはあこういうふうにちょっと左側に書いていますけれども「いずくんぞなんなにんゃ」「未然形足すにゃ」の形になります、えー、半語なのでどうして何なん,なんだろうか「いや何なん,なんでない」というふうに訳をしましょう、えー、この場合どうして、えー、潔白な好みに世俗の汚れているものを受けることができましょうか「いやできません」というふうに言ってるわけです えーまあ、じいちゃんが、まあ、みんなが汚れてるんだったらあなたも汚れればいいじゃないのというふうに言ったんですけどお屈言はいやいやそうじゃなくって、えー、私は潔白なんだとお、まあ、非常になな世間を超越して、えー、立派に生きてるんだということです、まあ、世俗にまみれたくはない自分だけはあ、まあ、高く高潔な精神を保っていたいということですね、えー、そして続きいきましょう はい「むしろ」ということですね。まあ世俗にまみれるぐらいだったら「むしろ」これ読み方を確認しておいてください。「むしろ」と読みます。「むしろ」「昇流に赴きて」えー「むしろ」「いっそ」ですね「むしろ」とか「いっそ」で訳をしましょう。「いっそ」「将校」に身を投げて「公、えー、魚の腹中に、えー、ここ読み方確認しておいてください」「葬る」という字が使われています。 でホームラルというふうに受け身で読みましょうここ注意しておいてください。えー、川魚の、まあ、餌になろうともほう、まあ、お腹の中に葬られるというのは、まあ、食べられてしまうということです。えー、身を投げて、えー、川の魚に食べられてしまってもと,と、ねえー。で最後に、えー、伊豆ゾンやまたは国系が出てきますので確認しておきましょう。 どういずくんぞよく高校の白木を持って世俗の陣愛を購むらんやえどうして真っ白な潔白の実に世俗の陣愛を購むらんやえ世俗の塵とか誇りを受けることができましょうかいやできませんということですえ先ほどと同じように私は潔白なんですねで世俗の塵に埋もれたくはないと言ってるわけです でえー、漁法は漢字として笑いこの漢字というのは読み方と役の仕方を確認しておきましょう意味で出したくなるんですね、えー、漢字というのは、まあ、にっこりということです、えー、漁師はにっこりと笑ってエイを越して去る、えー、このエイを越してというのは貝の音を鳴らして貝というのはあの今で言ったらですね船のオールです、えー、船のオールと思ってください ボートを漕ぐときに使っているやつと思ってください。貝を鳴らして船を漕いで去っていった。で歌いました。騒、は、浪、い、の水すまば。騒浪いうのはここ書いてますね。騒浪の川の水が清く澄んだなら、えー、この字はですね、まあ、おき字です、えー。リズムを整えると思ってください。騒浪の川の水が清く澄んだなら、えー、この辺、えー、大事なところですね。えーもっと で、我が栄誉を洗うべしこのですね。持ってと可能のかですね。この文字が並んだら、もうこれはですね。できるという風うに訳をすればオッケーなので、こういう風うに考えてください。えー、私の a っていうのは冠の紐です。私の冠の紐を洗うことができるということね、えー、どういうことかというと川の水が清く澄んだんだったら。 私は冠の紐を洗いますよえつまり世間がとってもき麗な時、汚れていない、えー悪、悪くなってないということね。世間が綺麗な時には缶に、公に使えますよということです。冠の紐を洗うというのはあ使えるということを言ってるわけですね。世間が綺麗な時には私は、まあ、ちゃんと使えますよと。で、反対に、えー、川の水が濁っていたらというふうに言います。 えさっきは住んでいたらというふうに訳をしていました。今度は濁っていたらです。じゃあ濁っていたらどうするかというと、えー、さっきと同じようにこのかといが出てきたら、あできると訳せばいいね、えー。だから我が足を洗うべし、私はその自分の足を洗うことができると言います、えー。これはどういうことかというと、世間が汚い時っていうのは足を洗って、えー、つまりここですね。 感触を辞して隠遁するんだという風に言っています。えーまあ、ま、ついになって、えー、世間が清らかな時には、使えるし、えー、濁っていたら、もう、お、感触を辞して隠遁生活をするよという風に言っているわけです。つ、え、い、ー、に去りて、ついにというのはね、あの、訳の仕方確認しときましょう。そのままと訳します、えー。これ大事なので、しっかり覚えておいてください。 そのまま去って、ここね、読み方です。これはあの部分否定、必ず覚えておきましょう。またと読みます。またともに言わずと読んでください。これは訳し方もしっかり覚えとってください。訳の仕方はですね、二度と一緒に話をすることはなかったと訳をしてください。このまたずというのが出てきたら、 どういう理屈かというとあの一度はしたんだけど二度はなかったよと、まあ、再放送はないということね一回はしたんだけど二回目はないというのが、まあ、基本的な役割ですあの現実の文章を見てると、まあ、その一回目の時だって使ってるんだけどね、えー、理屈としては、まあ、こういうことです、えー、一度はなんなんしたんだけど二度目はないよということです、えー、二度となんなんしないと訳をすれば OK ですね ですからここでの文脈は、まあ、これ一回話したよね。えー、屈原とこの年取ったじいちゃんの漁師は一回話しました。でも二回目はなかったということです。二度と一緒に。この一緒というのはこの共にの訳ですね。一緒にというのが共にの訳です、えー。二度と一緒に話をすることはなかったというふうに訳をしましょう。以上で漁法の字の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。